世界経済と地域経済及び多国間二国間における協力について幅広く議論し、多岐にわたる事項について合意を得ました。再開なんですね。なるほど。こういう国際会議では先方の発言については、先方の了解を得ないと示さないという、そういう。先ほど日韓財務対話を2016年以来約7年ぶりに開催いたしました。本財務対話では世界経済と地域経済及び多国間二国間における協力について幅広く議論し、多岐にわたる事項について合意を得ました。具体的にはチェンマイニシアティブにおける緊急融資ファシリティを早期に創設することに合意したほか、100億ドルの日韓通貨スワップ取り決めの再開にも合意いたしました。いざという時の備えをすることはですね、これは円に対する、それからウォンに対する信任について言えば、プラスに働くということになるんだと思います。いざという時にも、こういう機能がですね、補完的にあると、こういうことですから。ただ繰り返しになりますが、両国ともですね、足元においてはもう十分な外貨準備は積み上がっていると、こういうことであると、こういうふうに思います。